さん、吉松ですよということで、今回ねご紹介する本、私ずっと以前に買った本なんですけど、お金と英語の非常識な関係、上巻、神田正則さんね、これは素晴らしいですよ。最短最速でお金持ちになる秘密ということで、これ英語のことも随分書いてあります。英語のことも、私この本読んで前よりはほんのまあ、0.1% ぐらいは英語に興味持つことができて、英語もまあなんかね、とりあえず日本に来ている英語を教える教師の方との何人か出会いもあったんですけど、なんとかね、なんとか向こうが日本語の片言というか、もう日本語を結構知っている人であれば英語喋っても通じたかな。でも向こうの人が多少はこれ割り引いて聞いてくれた可能性もあるので、まあまあ 0.1% ぐらいは向上しました。うん、最近ね、ネット上とかスマホとかでもまだ英語を変換するようなものがいっぱいありますので、まあ、文章についてはまあちょっとまだ訳がいまいちな部分はあるんだけど、まあなんとか3割4割ぐらいは分かるぐらいな感じでね、 Google 翻訳とか私もたまに使ってますけど、あんなのもだいぶ分かるんですよね、雰囲気的には。雰囲気が全体のガバッとした雰囲気がね。ということで、この神田先生のやつ、これはね、まあこれ1時間で読むとか、私とても1時間で読めないんで、また今2回目を読み直してるところですけど、1回目全部読んで、とてもなんかわからない部分も結構あったんで、これのいいとこはお金持ちになる方法も書いてあるんですよ。勉強方法、英語の勉強方法ね、書いてあって、この勉強しなくてもなぜか英語を使える人の秘密と、はい、上巻下巻と買うことをですね、おすすめします。一番ですね、終わりの方にですね、成功するのを恐れるなと。ね、もう祝宴の日は近づいているというところまで、まあ、サードステージなんですけど、これはね、ここまで行くと自然にできるよということです。まあここの本にも書いてあるんですけど、本当に必要があれば中学生卒業ぐらいでの英語力、まあもしうまいこといける人は高校3年間ぐらいの英語力で十分いけると。特別に何かね、まあそれは専門書とかね、政治やとか経済とか法律の、まあそんなもんとか、いろんな細かいスラングとかね、そこところどころの訛りみたいなのありますよね、州によって。例えばオーストラリア英語と日本、何、イギリス英語、キングスイングリッシュと違うとか、そういうこととかはまあそれなりに、まあ、勉強しなあかんと思いますけど、普通にやってれば日常生活ぐらいでは困らないよということが書いてあります。うん、ただビジネスやる方はまあ結構ね、専門的にやらなあかんと思いますけど、まあ私が一番なんかたまにやってるのは、やっぱりあれですね、映画見て DVD で字幕とか出るんで、あと字幕とその本物のね、喋ってる内容とかって大体類推して、あ、こんな意訳してるんかなって、だってそんな感じで映画見てると結構ね、映画の言葉って結構なんか使えるかなという感じがします。そういう感じでテレビなんか見るのもいいかもしれませんね。私昔フィリピンに旅行した時に、フィリピンは英語で結構テレビやってるんですよ、テレビ番組英語で、まあ、共通語があんまり、フィリピンってのはタガログ語とかあるし、第二外国語が英語なんかな、あその国は。だからフィリピンの方は結構英語喋れますよね、第二外国語英語だから。小さい頃から英語の番組結構やってるんで、テレビ、で、そういうところでテレビを見てたら、初めのうち旅の始まりはあまりね気がつかなかったんだけど、終わり頃もとにかくテレビつけると英語なん、英語の番組に合わせて、まあ、さすがに私タガログ語はできないもんで、まあ簡単なタガログ語は覚えましたけど、10種類ぐらいは、まあでもちょっとやっぱり英語の方が分かりやすいんで、英語見てたら
姉妹の方はね、結構ね、なんか言ってることはなんとなくぼやっとわかるような感じにはしまなりましたね。やっぱり日常的に英語を垂れ流されているというか、あの入ってきているという環境である人であれば、結構なんかいいんじゃないかなという感じはしますけど、まあそんなこんなでね、これお金のことも関係してますんで、まあ、特に下巻かな、上巻はまあ英語のことが多いんだけど、はい、読んでみて損はない本でございます。ではまた皆さん、また次回ね、お会いしましょう。